はい、サーブチャンネル、チングルチクチングルチクチングルチクチョ。今日はなんとマネージャーとマネージャーの妹と私と私の妹とポンス5人で江ノ島に来ています。自然の空気に触れようという旅でございます。見てください、こちらの綺麗な海、そして空、そしてこっちには美味しそうな美味しそうなイカとかね、その他もろもろなんかいろいろ売ってるんですけど、今日はあと江ノ島だけじゃなくて鎌倉も行こうと思ってんの。鎌倉私ちゃんと行ったことないからさ、江ノ島は結構何回か行ったことあるんだけどね、鎌倉行ったことなかったから鎌倉も行ってみようと思って、今日はそういう感じのゆるっとした旅をみんなにお届けしていこうと思うよ。行ってきます。見てください、この可愛いイカ焼き、めちゃめちゃ美味しそう。かわいい、これが妹です。マネージャーとマネージャーの妹です。お前女4人に囲まれてさ、いいご身分だね。じゃあみんなでイカを食べます。やばいです、ポンスがガチャガチャを見つけてしまいました。最近もうガチャガチャにハマってて、わやばい、ブンブンいるよ。ポンスはね、ヒカキンさんのことをブンブンって呼ぶんですよ。見てごらん、ほらバイバイ、ブーブだね、やばいです。ちょっと歩いてみる、あっち行ってみる。あっちにやばい、奇跡的に美味しそうなものがあるかもしれない。前見て前見て、このミニオンのカバンを超お気に入りでずっと背負ってます。満腹屋って言ったらもう岡崎の満腹屋しか思い浮かばないわ。はい、ですね、まんまとガチャガチャをやらされまして、なんか本当は500円の高いトヨタのガチャガチャをやらされそうになって、さすがに500円のガチャガチャはちょっと私はちょっと嫌だなと思って、こっちの方がいいんじゃないとか言って超プレゼンして、こっち200円だったんですけど、なんとか持ち込めました。そしたらね、めちゃめちゃハマってる。あれで引っ込まくなっちゃったか、引っ込まくなっちゃったか。じゃ見てて、せーの、ほら見て、すごくない、何これ、あーごめん、はいはい、めちゃめちゃハマってずーっとにぎにぎして、うわすごいね、もう一回やる、せーの、うわっていうのをずーっと繰り返します。いやね、よかった、200円でここまで楽しんでもらえたから、ぜーしょっぴせーののことぜーしょっていうのもう治んないね、もう一回やだね、でしょぴ。ということで今ね、とびっちょに並んでます。とびっちょってあの美味しい美味しい江ノ島の美味しいとおぶり屋さんなんだけど、ここで結構ね列ができてたんですけど、もうちょっとで呼ばれるのでみんなで食べたいと思います。はい、とびっちょの絵を取り忘れました、なんと食べ過ぎて。そして今そろそろ鎌倉に向かってみますかということで、ちょっと江ノ島の海にね、ポンスを触れさせてから鎌倉に向かいたいと思います。やっぱ、おお、うわ、おお、おお、怖かった？ちょっとびっくり喜んでます。見てんだよね。うん。お腹が、そうね、だいぶお腹がいっぱいになりそうなので、早めに食べ歩きに。行きたいと思います。こちらはね、食べたいとこがあったんです。よりどころっていうね、なんか卵白の卵かけご飯、朝ごはんみたいなやつがあったんですけど、ちょっとポーシュ後ろ見て、ポーシュかわいいね、バイバイ、おしっこしてる、綺麗好きだね、このなんかふかふかなところでするんですね。ちょっと歩いていこう、ねえ、バイバイ、よいしょ、よいしょって行ってみよう、
よいしょよいしょ、せーの、はい、めちゃめちゃ鎌倉に来ています。今ね、なんか鎌倉でハッシュタグ鎌倉ってやったら調べたら出てきたいちごが上に乗っかってる団子みたいなやつを求めてやってきたんだけど、意外と簡単に見つかった。で、食べてるんだけどね、いちご大福のような感じだよね。すごい美味しい、そして可愛い、インスタ映え。でも結構今小町通り入ってきて、食べる？何種類か食べたんですけど、やっぱ和菓子がいいね。おいちい？食べる？あぎ、せーの、あぐ、おー、食べた？ねえ見て、今神社に来てるんだけど、神社かな、お寺かな、なんか上にリスがいるの。ほらほら、見て見て見て、めっちゃリスいるの。それでね、この今お花を食べてるんだけど、ポンスがね下に落っこってきたお花を拾ってね、それで上にね、どうぞってあげてるんだよね。頑張れ、届け届け、リスさん、じゃあリスさん、じじゃん、どうぞ、はい、どうぞって、落ちたよって、落ちた、落ちたよって、あ、ちょっと見てくれた今、リス、じじゃん、どうぞ、じゃよ、すごいね、